福島県ラジオネーム縦外、元メジャーリーガーの野茂英雄の息子野茂貴博が、来年より日本ハムで通訳を担当するそうです、アメリカでの生活が長く、野球英語の経験が豊富な点が評価されたとのことです、お二人は通訳に憧れたことはありますか？ないぜ。そして多分酒井もないぜ。アルコ&ピースのオールナイトニッポン。こんばんは、アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です。はい、2014年12月26日金曜日のオールナイトニッポンは我々アルコ&ピースがお送りしてまいります。はい、お願いします。お願いします。まあ、年内最後の一応オープニングでしたけど、うん、ちょっとちゃんとやりたかったです。もうちょっと、弱いのかな。ちょっとどうなんだろう、今のもかっていうことなのか、どうなんだろう、わかんないけど、うん、通訳に憧れたことはないぜ。縦外のせいだな。うん、今日全体悪かったらもう縦外のせいだよね。酒井もないでしょ。ないでしょう、ないでしょうね。うん、通訳には俺たちは憧れないぜ。どうだ、通訳が俺らに憧れることはあってもな。どうだい縦外。俺たちはその領域に来てるんだよ。そうだな、選びメール選びを間違えたかもな、これちょっとな。いやでも縦外は悪くはないぜ。悪くない、縦外。福島県出身ね。あ、そっか、こいつ福島だ。そうだよ、うん、そうだそうだそうだ、うん、ありがとうな。ただ同じね出身地のこの俺も、うん、縦外が思うよりも大きな存在になってしまってるのかもしれない。もう通訳どころの話じゃない。いやもう通訳が本当に憧れる存在、うん、通訳が憧れる、通訳界ナンバーワンの憧れる存在。別の人でいるでしょ、いっぱい。俺らになりたくてなりたくてしょうがない。でもどうですか、一度でいいから通訳、ね、同時通訳みたいなのは見てても、うん、あ、技術が本当にね要されるな。ただ英語分かればいいってだけじゃないじゃん、うんうん、もう瞬時に言ってることのね漢字を捉えて すぐに。難しいよ多分ね、うんうん、そういう意味じゃ、まあでも憧れたりはしねえけどな。エア通訳やってみるか。エア通訳ってなんだよ。何エア通訳って。いやでもできるじゃん、なんだって。ポッドキャストでなんかエアのねなんか最近やってますけど、うん、エア通訳って出てるんですか。いや例えば俺じゃあエア通訳やってみるよ、うん、彼らは私たちは、そのように言いました。そのように言っていました。それは世界中の子供たちが幸せになれば なることです。生中継のやつね、たまにあるわそれ。それらはこのテレビのそれぞれはあるある、わかるニュアンス。急ぎすぎて早すぎてね。そうそうそう、ニュアンスの後から来るからニュアンスちょっと違ってもう一回言い直して、ね、あるね。いいんだ通訳の話。いいです、もうどうでもいいですよ通訳は。いいんだ、もうね、クリスマス終わりましてね、終わって一気に年越し、正月ムードでございます。ございますね。正月ですよ、あっという間ですよね。あっという間ですよ、ね。まあ、ヤフーニュース見てたらあの年末らしいこんなニュースがあったんですけど、はいはいはい、あの俳優の窪塚洋介、うん、今レゲエ界のスターです。出た、年末らしさゼロ。え、窪塚洋介がレゲエ界のスターなのは最近始まったことなの。いや僕でもこの分かんなかったっすけど、本当レゲエなんですか。まあ以上レゲエよ。なんかヒップホップというかなんかちょっとまあ多少のミクスチャーも入れつつなんでね。入れつつなんだ、うん、だマンジラインでしょ。あ、マンジラインね。うあれヒップホップじゃねえんだ。だからレゲエのニュアンスが強いかな。開こってます、ね、いや これは開こってないよ。だって久保塚洋介の確か今の奥さんもレゲエのダンサーなんじゃない。いやこれ本当に確かそうよ。あ、そうなんだ。おお、おい、俺なんか狼少年だよ。分かった分かった分かった。俺今のなんで分かったかっていうと、久保塚洋介を洋介とか言わなかったところ。間違えた。間違えたな。そっか、もうボブマーリーで止まってっから分かんねえよ今。シーンどうなの。シーン、だからようちゃんの分かりやすい。俺ためなんだよ確か。あ、そうなんすか。確か、うん、同じぐらいの年だったんじゃないのかな。スターいますね、やっぱ53年生まれ。うん、いやいや多いのよ、確かそうだったな。そうそう、そうそう、レゲエ界引っ張ってるし、今このニュースが出るってことはようやく世間が、うん、この窪塚洋介が打ち出したいレゲエの、うん、この世界観に追いついたんじゃない、うん、ようやくよ。三木道山とかもあれなんですか、ムーミンとかさ。ああ、いやレゲエ界では重鎮よ。
ジャパレゲの一番ジャパレゲ日本ジャパニーズレゲエの特集ジャパニーズレゲエ日本ジャパニーズレゲエエレキテル連合さあ今週ですけれども、うん、年内最後ということで、はいはい、何やりますか平子さん、うんうん、まあまあ、 年末といえばですね、うん、絶対にやっとかないといけないことがあるわけよ。絶対に絶対に、うん、なんすか。ダイハードちょっとごめんなさい、分かんなかったです。はい、だからダイハード。ダイハード、はい、年末って言ったらこれダイハードなわけよ。いや、そうなる。なんで。いや、だってお前、ジョン・マクレーン刑事がトラブルに巻き込まれるのは、うん、いつもクリスマス、うん、で劇中で必ず使われる曲が、うん、年末を象徴する大工なわけ、うん、つうことはだ、これやらなきゃいけないわけ。何よ、ダイちっちゃいんだよ。なんだよ。やんだったらほらクリスマス前にやんない。ということで今日はこんなことをやります。聞いてよ。ダイハード大賞2014。本当の力強い。世界一ついていない男といえばそうダイハードの主人公ジョン・マクレーン・デカ。別居中の妻に会うためにホリーが勤めている中富商事のクリスマスパーティーに行ったらどうなった。テロリストに占拠されてた。これワンその翌年のクリスマス、仲直りした妻を迎えに雪の降るワシントン・ダレス国際空港にやってきたらさあどうなった。テロリストに占拠されてた。これツーそっから数年後、また嫁と別居してニューヨーク市警で働くことになってな、うん、さあどうなった、うん、ニューヨーク全体をテロリストに狙われました。これ3、うん、ちなみにクリスマス関係あらへん。なんで関西弁なんだ。また数年後、うん、ついに嫁と離婚。なんやかんやあってどうなった、うん、サイバーテロ組織に狙われた。これ4、これもクリスマスやあらへん。そんな最も不運なタイミングで最も不運な場所に居合わせる最も不運で不死身の男、それがジョン・マクレーン・ダイ・ハード。でっけえかち、ちょうどいいとこでダイ・ハード言ってくれよ。でっけえかちって何なんだよそれ。いやー、音楽強えな。だすごい、この大工が聞いた時に、うん、あ、大工だなじゃなくてダイ・ハードだなってなっちゃってんのよ。誰がすか。え、いや、もう世間的にそうよ。なってます。大工は大工でしょ、これ聞いたら。いや、ダイハードの音楽よ。そうなりますかね、世間の人。いや、ほんとそう。そうかな。大工度だよ。え、は、ちょ、俺何も言ってない。俺何も言ってない。なんて言ったんですか。大工度は、あ、え、何そ、ダイハード大賞っていうのは何なんですか。だからダイハード大賞っていうのは、うん、そんな世界一ついてない男、うん、ジョン・マクレーンに敬意を表して作られた、うん、今年一番ついてなかった人を決めるコンテストでございます。入り口バカ投げけど中身シンプルだな、すげえ。シンプルゆえに、うん、どの番組でもやってますけどね。やってねえだろ。やってます。やってんの。3年前、うん、ハイハイのオールナイトニッポンゼロで、うん、似たようなことを。やっちゃダメだろ、だったら。ダメだよ。同じではないんですよ。同じというよりは、うん、今回はダイハード2。いい、強いから。ダイク強えんだよ、やっぱり。どういうことですか。ダイク強えな、これ。どうしてもやりたいんですよ、うん、いや、いいでしょ、だってそれやったの3年ぐらい前だし。俺後でさ、ハイハイさんに俺言っとくからさ。聞いてたら宇田さん怒りますよ、それ。寝てるわ。ぐー言うとるよ。聞いてる可能性ありますよ、上田さん。見てるはずがない。ガンちゃんも上田さんも寝てますよ。さあ、なんだかんだありましたが、うん、今日はリスナーの皆様から、うん、今年自分がどれだけついてなかったのかを送ってもらいたいと思います、うん、大賞に選ばれたリスナーには番組ノベルティのカンバーバッジとステッカー、うん、そして開運グッズをプレゼントいたします。はい、受付メールアドレスはすべて小文字で ap@allnightnippon.com ap@allnightnippon.com です。アルコ&ピースの頭文字を取って AP となっております。番組に送られてきたメールの中から抽選で5名に番組ステッカーをプレゼントします。ステッカーが欲しい人は住所と本名をお忘れなく。はい、はい、そしてみんなで傷を舐め合って、うん、最後は、うん、全員で
定番のあの曲を歌って心を癒して、うん、いい年越しを迎えましょうよと。あの曲？何言ってますか？ダニエル・パウターのバッドデイ、ついてない日の応援歌に決まってんじゃん。いや、ちょっと知らねえっす、僕。全人類を言わすバッデイだぞ。いや、これ知らねえやつなんかいないよ。いや、知らねえんすよ、俺。じゃあ、一回聞けよ、お前。この曲です。お願いします。知ってる？なあ？めちゃめちゃ知ってるわ、これ。聞いたことある？俺は知ってるんですよ。何知ってんだっけ、これ。めちゃめちゃ知ってるわ。いや、これ知ってんだって。何でかかってるやつだっけ、これ。生まれながらに全人類が知ってる唯一の曲。それがバッデイ。なんで知ってんのかって、生まれながらに知ってるから知ってんのか。そう。知ってるわ、これ。すげえ知ってるわ。しかもタイトルがまさにでしょ。ついてない日の応援歌。このサブタイトルついてたんだ。うん。いや、これね、あの手元に資料が今あるんですけど、この曲がリリースされて以来、うん、世界の犯罪が3割減ったとデータも出てる。そんなわけないじゃん。3割減るって相当影響。実際出てるんですよ。いや、台本です。そう、台本。違います、これデータです。紙の音出してるけど台本ですからそれ。おめえ二度と台本って言うな。いいだろ、台本はいいだろ、言ってこのね、ダニエル・パウターのバッドデイ、ついてない日の応援歌をダイハード大賞2014の閉会式にみんなで歌っていい年を迎えましょうぜっていう2時間です。ちょっとでもこの曲は別にダイハードてなことで、深夜3時までの2時間、最後までお付き合いください。おいちゃん、おいちゃん聞いてよ。アルコ&ピースのオールナイトニッポン、この番組はブルボン、スカルプ D 以上各社の協賛で、東京千代田区有楽町日本放送をキーステーションに全国36局ネットでお送りします。アルコ&ピースのオールナイトニッポンでは、ラジオの前のあなたからのメールをお待ちしています。受付メールアドレスは ap@allnightnippon.com ap@allnightnippon.com。 ツイッターのハッシュタグはシャープアルピー ANN、 アルピーはカタカナ、 ANN はアルファベットでお願いします。番組の公式 LINE アカウントもあるので、ぜひ友達になってください。番組は僕らからのメッセージが届きます。詳しくは番組の公式ホームページをご覧ください。アルコ&ピースの酒井健太です。平子ゆきです、メールが来ております、はい、神戸市ラジオネームライドン。今年は人生の中でズバ抜けてついてないことがあったので、メールを送ろうと思ったんです。だけど放送に適さない言葉を2つ3つ、人としては使っていけない言葉を7つぐらい盛り込まないとどうしてもエピソードを書けないので、今日はみんなのエピソードを聞いていこうと思っています。今鍋焼きうどんを食べています。美味しくて、そして熱いです。心も体も冷え冷えとしてるからこそのね、そうですね、感想なんでしょうけども。まあ、放送事故は困りますが、うん、本当に、どんなことでもいいんですよ。そうですね。これみんなでそのついてない話を聞いて、みんなでなんか嘲笑うとかではなく、うんうんうん、みんな、こんな風に大変なことあったんだねって。でもまあ、そうそうそう。うん、俺らも頑張ろうよって、ね、うん。みんなでさ、笑って過ごそうぜっていう。嫌なことみんなあるから、いっぱい、うん。ね。バカにして笑おうとかの企画じゃないです。そうそうそう。うん、みんなで報告し合おうよっていう、うん、そういうスタンスでね、うん、皆さんその辺は気にせず、どしどし送ってください、お願いします、はい、さあここでオールナイト日本からのお知らせです。おなしシャツシャツ、1月24日土曜日に今年で3回目のイベント、ライブエキスポ東京2015オールライブ日本ボリューム3が開催されます。会場は国立代々木競技場第一体育館、開演は午後4時30分から。番組先行チケット予約は終了しましたが、チケット先行販売最後のチャンス、プレリクがスタートしております。出演者は、まずは今最も熱いアイドルグループ乃木坂46アンダーメンバー、出た。そして今やライブアーティストとして引っ張りだこ、電波公務インク。そしてキレのあるダンスで人気急上昇中、注目の韓国アーティスト、防弾少年団。さらにオールナイトニッポンゼロ火曜日パーソナリティチェコのリパブリック。
そしてお待たせいたしました、はい、今一番勢いのあるオールナイト日本金曜パーソナリティ誰だ。エルク&ピース。やべえラインナップ鬼勝ちじゃん。さあこちらのチケットは来年1月1日の夜11時までプレリックの先行予約を受け付けております。チケットの申し込み方法につきましては日本放送イベントホームページにて順次お知らせしていきますのでそちらをチェックしてください。やばいっすね、もう近づいてきちゃってるな。ねえ、はい、ということなんですけれども、どうも、オールライブ日本、総合演出の酒井です。 OK、 酒井ちゃん、その設定先週から言ってるけどまだ平子っち飲み込めてないよ。ちゃんと説明して。まあ、なぜね、僕が総合演出なのかですよね。うん、理由は簡単。RP エキスポって番組のイベントやったじゃないですか。はい、日比谷公園、ね、うん、あのクソ盛り上がった、はいはい、うん、なんかしたら頼まれた。誰に？局長と宗。宗っていうのはあの初代ディレクターの宗岡のことでしょうか。宗岡のあいつ、うん、俺も最近ほら週3で7時間会議やってっから、うん、生放送終わってからも会議だっつうの。マジ3日寝てねえから。バカ吉、肩いて、腹びいて、腰いて、全部いて。でも面白いことになりそうだから、うん、それも苦じゃないっつう。みんなだから来てくれよって。バカやべえなテンション。え？バカやべえなテンションが。うん、ほんとテンションやべえっすよ、俺。クリエイティバー酒井。え？クリエイティバー。クリエイティバーだわー。まあ、まだちょっとわかんないけど、まあ、おそらく、俺らはこう MC っていうか、そのアーティストとして出ると思う。出ちゃうよね。やっぱりね、アーティスト。アーティスト度が高いからね。お笑いの中でもアーティスト度だいぶ高い方だから。ああ、うん。それはしょうがない。でもな、どうなんだろうな。その、うん、周りのお客さんもね、たくさんいらっしゃるんでね。うん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 。それも全部巻き込んでいければなと思ってんだけど、その辺の会議を今ずっとやってて。高い。言えてばやべえ。みんな、だからこれラジオだから見えてないと思う。冷えピタ張ってっかんね、俺。冷えピタ張ってるよ。ああ、冷えピタ張ってるわ。時代をクリエイトすんな、マジで。まあ、いつだってそうだな、お前は。全体のイメージは、RP エキスポっていう感じで、はあはあ、うん、まあ、お笑い、そして音楽の融合、うん。で、いかちいコラボとかも、やれたらな、ぐらいの、今、感じで、なんとなくは、ぼやーっと構成はできてる。すげえ、俺の地元の先輩と口を一緒だわ。なんもしねえやつだ。例えばこれ。エビバディをね、うん、あいつらと、とかね。おー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 おお、うん、チェコの生バンドで、うん、ピンスパやっちゃうとか。ピンスパ？ピンスパ解禁の可能性ある。チェコピンスパ？チェコピンスパ。ピンスパ。マジで？それも一応、今、ちょっと、セトリには一応入れてはいる。セトリ激ヤバ。セトリ鬼イカチじゃないですか。セトリ、まあ一応。まあだからその辺も、まあ全部その会議で今揉んでる最中。そうっすか。これどこまで本当の話なんだろうなっていうね。うん、そのほら、いろんな許可もね、うん、必要じゃないですか。うんうん、その辺ちょっと平子っちに教えてくれませんか？ググれかす。出た。ググっちゃわないとね。詳細は随時発表していくので、期待しててください。石井ちゃんジングルちょうだい。ほほ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 ほハハ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 高校3年の童貞男子です、うん、中学の時に大工練習してて全部歌えます。今日の放送めっちゃ楽しみにしてます。メールありがとう。ただね、歌うのはバッドデイの方なんだよね。残念だったな。惜しいな。ね、うん、何様コンドーム様はおそらく読むの初めて。ちょっと聞いたことない、うん、ラジオネームだ。もしかすると、ちょっと、最近聞き始めてくれたという可能性もあるから、うん、そうだね。手がね、ちょっと、つかめない部分もあるのかもしれないけど、うん。うんうん、まあ、そうだな。ちょっと、あれ、違ったら電話でも繋いでよかったけど、
ちょっとね、違うもんね。うん。大工全部歌えてても、今日別にそれに沿った内容ではないし、ね、うん、あとこいつ、何様コンドーム様が、うん、もうね、電話番号書いてきてない時点で、覚悟はねえんだなってわかるんだわ。うん、そうだな。うん。そこまで言い切んなら、電話番号書くべきだもんね。うん。ダメだわ。うん。うん。笑うのやめ、かわいそうだしね。今日はそういう日じゃないから。ね、うんうんうん。別に笑ってるわけじゃなくて。ね、うん、うん。今日、悪い、メールはありがとう。でも、そんな日、そういう日じゃないんだ。ちょっと違う。うん。初めてだけどね。ありがたいけどね。ちょっと忘れたか、うん、うん。ぐらいの話で。うんうん。うん。はいはいはい。ただ、引き続きよろしくお願いします。ということでね。聞いたことないね。ねえ。うん。さあ、ここね、昨日と一昨日と、うん、まあ、クリスマスということでね。クリスマスね。ねえ、はい、世間様、浮かれに浮かれた感じなんでしょうけど。外をさ、うん、コスプレしてる人多くなかったですか、今年のクリスマス。うん、ああ、いや、多かったね。女の子スペローンみたいな、うん、おっぱいベローンみたいな。うんうんうん、いや、いた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 。あれ、なんだろう、ハロウィンの流れ、うん、影響なんじゃない、あれ、ほんと、けしからんな。カツだ、カツだよな、カツ、出ちゃいます酒井ちゃんは何してました？いや、だから、イブは、うん、あれですよね、福岡ね。あ、はい、はいはいはい。ミュージックソンのチャリティね、うん、行って、ま、てっぺん、うん、てっぺんぐらいに帰って、うん、結構ね、遅くなる、ね。フライトが遅かったから、羽田てっぺん、ま、てっぺん1前ぐらいに着いて、うんうん、その後そ、ね、僕、ナレーションの、ちょっと仕事入ってた。ああ、で、てっぺんに見つけ行って。お、赤坂見つけかな、うん、うわーっとやって。イブ、イブの、うん、その時気づいたの。うん、あ、今日イブかと思って気づいた。さすがだなぁ。で、バーっとやって、もう朝よ。ああ、眠たい目こすりながら。あ、じゃあもう仕事仕事で、仕事で、もう埋まっちゃった感じで。いや、さすがですね。いや、僕ね、うん、いや、そのお忙しい感じでね。うん、普段だったらね、うん、何お前忙しいふりしやがってっていうところなんですけども、うん、はい、そんなこと言えない理由が今日あるんですよ。え、何怖い、なんか、いや、今日のね、ラジオの方々は見えないでしょうけども、うん、その、酒井のね、今日のファッションが、長袖の上に T シャツを重ね着してるって、うん、まあ、いつもね、はい、まあ、珍しくないスタイルなんですけども、うん、さっきね、その T シャツの裏のプリントをね、うんうん、ふっと見させていただいたら、うん、僕ちょっと腰を抜かしたんですけど、うん、ビッグスリーって書いてあるんですよね。T シャツのそういうのいじんない。いや、T シャツのね、そういうロゴいじり、英語いじりは、いや、古いですよ。古いけど、それでね。やだよ、俺。いや、やっぱ今、繋がったの、点と点が。うん、ビッグスリーって。やめてよ。書いてあって。でも、イブでもね、そんだけお忙しく駆け回ってるんですから、あ、確かにこれビッグスリーなんだなと。笑われたくない。笑わせたいから俺。ビッグスリーだ。もうそのね、お忙しさからビッグスリーをご自分から発信。たまたまだよ。たまたま着てきて失敗したよ。たまたまでビッグスリーっていう T シャツないでしょう。T シャツいじんのなしだべ。しかもそのビッグスリーの文字が迷彩柄で書かれてるんですよね。迷彩で。いいだろう。ちょっと、せめて。いい感じに見えないぐらいの。気づくやつだけ気づけばいい。そうさ、おいらはビッグスリー。これただ一つ問題が出るんですよ。今現在いらっしゃる、その芸人のビッグスリー、ね、うん。さんまさん、たけしさん、タモリさん。で、新たに酒井さんが入ってこられると、うん、誰か一人外さなきゃいけないんですよね。そんなのわかんない。どうなんの？一応その、ご自分から発信されてるもんでね。うん、誰を外した上での、こうビッグスリーなんでしょうっていう。それはどうなんだろう、誰なの、わかんないよ。俺だってそんなのわかるわけないじゃん、言えないよそんなの。でも想定はあるわけですよね。自分のご自分の頭の中でそう、タイプみたいなことで言うならね。あ、僕が入ったら被っちゃう人被っちゃう人。おう、それもしあるんだったら、タイプで消去法でた、うん、さんまさんのタイプじゃないし。ああ、確かにね。たけしさんのタイプでもないと思う。おお、ってことはタモリさんのとこじゃないあ、ねえ、まあ、いいともなんかもね、うん、終わって。さんまさんとたけしさんと僕でたゴルフっすよね。川端さんです。すげえ。いやー。出しろなかったわ。そんなん言わないからな、ビッグスリーに。ツイッター見ても、酒井さん全然喋らない。酒井さんの良さが全然出ない。
てくださいよ、T シャツいじって。平子さんどうしたんですか？イブっていうか、まあ、クリスマス。まあまあ、クリスマスは、まあまあね、まあ子供たちにはサンタさんが来るじゃないですか。ね、うん、子供二人いますから、うちは。サンタさんっていうか、うん。うん、来ますから。はい、なあ、例えば今までみたいにね、その、俺からその、嫁にね、真由美側になんかプレゼントとか言うのも、うん、もう十何年一緒にいるからね、もうないのよ。うん、そうなると、俺から真由美に何を送ると思う？こうなると。ここまで来ると。でも、物じゃないってことだよね。物。いや、物だよ。物なの？うん、全然余裕で物だよ。これね、だからね、結構頭悩ませる人 いると思うんだよね。長い付き合いの、例えば夫婦間になったら、うん、もう恋人でもないしなってなるとね。その、なんていうの、いわゆる、その、ベタなアクセサリーとかさ。うん、とかでもなくな、もう散々ね。なくな、うん、あげてるから、ね、そうなるとね、写真立てになるんだわ。必然的な流れで。僕、ちょっとわかんないですけど、そうなるんですか？うん、やっぱりその家族の思い出を何かしらで、この形に残したい写真。飾ろうじゃないかってことで、うんうん、まあそういうの前々から話は出てたんだけども、うん、写真立てって、じゃあ写真立て買いに行こうぜって、うん、買い物ってなかなかないんだよね。うん、そうね。で、ふとした時に買おうと思うけど、うん、なかなかね、こういうなんか記念日なんかになんないと、うん、手が出ないもんで、うん、あ、じゃあ今回これにしようと思って、うん、写真立てを5つぐらいね、うん、俺がその好きな、うん、そのインテリアショップだったりを回って、うんうん、5個の写真立てを、それぞれの店で1個ずつ。うん、そういうことは5点ぐらいもあって、5、6点見て、1個ずつ買って。うん、でも、闇雲にただ買うんじゃなくて、うん、ナチュラルウッドカラーっていう縛りだけをつけて、うん、それを写真立てで、うん。そうすると、うん、バラバラなお店だから色合いもちょっと違うし、うん、形も少しずつ変わってくるんだけども、うん、これ不思議なんだよ。うん、統一感出るんだよ。いや、ドゥフフじゃなくて。いや、ちょっと笑いたくなりますよ、それ。そうな、そういうもんなんですか？不思議だろ？バラッバラの店で買ってんだぜ、はい、でもその筋をね、うん、1個決めるだけで、うん、不思議と統一感出んのよ。わかんねえ、それなんなん、ちょっとなんかダセーっていうか、なんなんだろうそれ。いや、ダセーとかじゃなくて、うん、でそれをあって送って、うんうん、まあこれはもう、まあプレゼントっつうか、まあ家族のね、うんうん、家族のものみたいな感じで。ガキは、ガキに何あげたの？ガキ？いや、ガキには俺何もやってないよ。だから、まあいいや、じゃあ、うん、サンタさんが、うん、まあ、来るから、うん、ちょっと待って、うん、今俺すげえいい話してんだけどさ、うん、AD の斎藤が携帯いじってんだよ。マジでお前ないか、斎藤。いついじってもいいけど、俺が家族の話してるときは携帯絶対いじんだよ。それはひどいぞ。ああ、お前やめろよ、マジで。割るぞ、マジで。最悪だよ。そんでまあまあ、その、子供サンタさんが、うん、で、前の日俺ら遅かったじゃん、うん、で俺もう夜中に映画見たりして、うん、もう3時ぐらい寝たのかな、うん、でほとんど寝てない状態で朝起きて、うん、まあ、サンタさんおそらく来てるから、うん、あの一流を、うん、息子のね、うん、一流を起こして、うん、一流サンタさんも来てるかなって、うん、パパと一緒に探しに行こうかって言って、うん、下のリビング、2階のリビングに降りたら、うん、あってプレゼントが美月ちゃんへ、うん、一流くんへってわーってあって、うん、で一流へはどっちが置いてる、平子さんが置いてる、うん、それサンタさん、俺も前にも一切置いてないの。そして、開けたら、うん、あの、妖怪ウォッチのゼロ式。え？あの、一流がずっと欲しがってて、ね、うん、あれがあって、うん、あとメダルなんかもどこで買ったの？え？どこで？いや、それは俺知らない。サンタさんからだから。え？俺は知らない。今だって、あれ、なかなか手に入んないんだよ。手に入んないよ、あれ。そう、届いてて。で、メダルなんかもね、ちょこっとあって。いや、いい。あとは、なんか、それ、プラス、なんか、うん、電車の、なんかね、一流電車好きだから、なんかおもちゃみたいなのがあって、あ、よかったねーって言って、一郎もすごい喜んで、うん、俺ほとんど寝てなかったから、もう3時間ぐらいしか寝てないから、うん、パパもう一回寝るねーって言って、一、うん、回の自分の寝室に戻って、寝たのよ。うん、そしたら、うん、前にさ、高円寺の公園で、パンクスに絡まれて、うん、俺がぶち切れた話したじゃん。うんうん、横になって、うん、あ、そろそろうとうとしたら寝れるなーっていう時に、うん、うちのもうすぐ目の前ぐらいから、うん、あの拡声器の声で、いい加減にしろ、うん、いい加減に返せみたいな、うん、男の声が、拡声器のマイクを通した声が聞こえてきて、うん、と思って。で、考えてみたら、うちの近所なんて、もう普通の住宅街だし、うん、何もその施設メーターもないし、うん、それでもやっぱり、拡声器で、うん、もう俺んちのもうすぐ目の前ぐらいの距離から聞こえてるってわかんのよ。だいたいわかるじゃん、それ、うん。いい加減にしなさい、いい加減返せみたいな。
やっべえなこれ、うん、うちじゃんって、うん、で考えたのは、うん、もう例えばツイッターなんかでもさ、よくわかんないこんな荒らしてくるみたいな文句をすげえつけてくる、言いがかりみたいにつけてくるやついるじゃん、うん、そういうやつで本当にやべえやつが、で俺高円寺だともう家言っちゃってるから家バレて、でなんかどういう流れかわかんないけど、とにかくなんかを言いに来たと、うん、嫌だなそれ。で超怖いじゃん。俺の中でまたモードが入っちゃっててめえこのクリスマスの良き日に、うん、うちの前、目の前まで来て、俺になんか文句つけんのはいいぞと。うん、ふざけんじゃねえよと思って、うん、バーって起きて、ジーパン履いて、うん、上ちょっとでも威圧感見せるために、うん、普段着ねえ、誰かがお土産でもらった、ドクロが書いてある T シャツに着て、マジでブチ切れて、もう、高円寺のお父ちゃんモードよ、もう、俺が守んなきゃいけねえんだって、ふざけんじゃねえってなって。ブチ切れた時のね、で、またピタッとちょっと止んで、うん、でも、まだいるだろうから、うん、とりあえず2階のリビングで、うん、そのおもちゃ開けて遊んでるその子供たちと嫁の真由美は怖がってるだろうから、うん、一回一声かけようって、うん、大丈夫だからなって、うん、俺ちょっと行ってくるごめんなって言おうと思って2階に上がってて、真由美真由美多分俺かもしんねえけどちょっと行ってくるから、うん、とりあえず大丈夫だからって言ったの、うんうん、いいね、そしたら真由美が、うん、はって言ってんのよ、うん、え、いやなんか今すげえ声聞こえたろ、うん、ちょっとわかんない、うちかどうかわかんないけど、うん、多分目の前だから行ってくるわっつって、うん、え何って言ってくるんだよ、うん、そしたらパッて子供たち見たら、うん、美月はまだ1歳だから、うん、その一流がサンタさんからもらった妖怪ウォッチのメダルを、うん、もううわーって言ってバラバラにいろんなとこにもう放り投げてんのよ、うん、で変なわけわかんない箱にブワーって突っ込んだり、うん、そしたらそれ見た一流が、うん、そのおもちゃの、うん、君も車掌さんになれるみたいなやつのマイク持って、ふざけんじゃない、それを置きなさい、メダルを返しなさい。そういうことか、声が変換されるのよ。そういうことね。ふざけんじゃない、いい加減にしろ、メダルを返しなさい。アルコ&ピースのオールナイトニッポン。アルコ&ピースの坂井健太です。平子祐希です、はい、今日のメールテーマはダイハード大賞2014です、うん、今年一番ついていなかったリスナーを決定いたしますと、はい、はい、メールは来てるでしょうかね、うん、さあ、参りましょう。北海道ラジオネームバスケットカウント、うん、バッドデイは今年引退した僕が大好きな野球選手、うん、日ハムの金子誠選手が打席に立つ時に流れる曲でした。そんな金子誠選手、今日北海道のローカル番組で嫌そうな顔して吹雪の中餅つきさせられてました。泣きそうです。お、使ってたんだ実際に。そうなんだ、いい選手だけどね金子誠。これバッドデイって言えどもこれポジティブな内容の ね、うん、ね、歌ですからね、うん、でも吹雪の餅つきはきちいな。いや、洗礼受けてんな早速引退後の。営業ギャラもらえねえと割に合わねえな、うん、な。バースデーで流れねえかな。落ち着いてる。応援してくれたこの地域に貢献した。金子は静かに持ちをつけた。よいしょ。続きまして。ラジオネーム、ファッキンポストカードクラフトスマン。僕は今年文化祭で僕抜きのラインの話し合いで決まったサッカーアルゼンチン代表のユニフォームと酷似した鬼だせえクラス T シャツを着させられていました。ですが一番不幸だったのはそれをダサいと思ってるのが僕だけだったということです。対象候補と自負しています。はあ。アルゼンチンのやつね。アルゼンチン代表のユニフォームと酷似した。微妙だな。水色と白の縦のラインのやつ。ああ、ダサそうだな。なんかあの、国旗の、なんか太陽みたいな黄色いね。うん、左胸かな。あの辺を、ちょっとオリジナルで入れ込んじゃったらやばいね。ああ、しゃべえな、それ。ダメだな。アウェーのユニフォームだったらかっこいいだろうけど。ダサいな、それだったら。自分抜きのラインなんだな。リア充だけで決めてね。ありそうだな。あるからな、そういうの。続きまして、豊島区のラジオネーム、それはそれ。今年は彼女に振られました。そんな時救ってくれたのは、マンジラインの音楽でした。ジャパラゲ界のカリスマ、マンジラインは、生きろという歌詞の中でこう歌っています。
生きろ、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 死ぬまで生きろよ。生きろ、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 生きてりゃいいことあんぜ。生きろ、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 ピンチはチャンスなんだぜ。生きろ、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 一歩踏み出しゃ、世界変わるぜ。レゲエ最高、マンジライン最高。ああ、でも、繋がるな、こうやって振られた時に、そういうポジティブなマンジラインのね、音楽で、ジャパレゲで救われたっていう。ジャパレゲ、もうその言葉採用されてるんですか、ジャパレゲはもともとあった言葉だろ、これは。え、いや、わかんないです。僕もわかんないですよ。ジャパレゲっていう言葉あんのか。いや、でも実際こうやってね、歌に救われてるんだ。マンジラインに。はい、そうですね。これでも、そう、本当だわ。救われてる。これはだって、バッドなことあったけど救われましたよってことだからね。あ、はいはいはい。うん、そうですよね、うん。うん。ついてないこともあったけど、うん。うん。でもいいね、こういうポジティブなね、メールもね。やっぱ音楽って救ってくれるよね。はい。マンジラインに救われること、あるんですね。いや、これだ、生きろっていう、まあ、すげえ歌詞曲なんだよね。生きろっていうのは、これローマ字で、生きろっていう曲なんだよ、曲名が。はい。おすいません。ちょっと。すいません。いや、ちょっとごめんなさい。そうですよね。うん。あ、ローマ字で。お前さっきルールで決めたよな。はい。嘲笑わないって言ったよ。絶対それはダメです。だから僕もちゃんと今、まっすぐ受け止めようと。僕がいけないです、これ。うん。まっすぐ受け止めろ。うん。アルファベットで生きろ。そう。IKI。IKIRO。言うなよ、お前別に。言って、お前これ言ってんじゃんか、お前。言う必要ねえじゃん。さっき言ったじゃん、俺もこれは。はいはいはい。でも、わかんない人もいるかもしれないから。ああ、そっか。でも、そうだな。うん、IKIRO で生きろっていう、マンジライの、ね、曲があるということで、そういったね、曲に救われてるっていうエピソードを紹介しました。ね、ありがとうな。メールありがとう。続きまして。いや、笑ってます。笑ってねえじゃん、俺。笑ってました、今。いや、笑いっていろんな種類になる。あざけ笑いとかじゃなくて、はい、あ、それでポジティブにね、こうやって立ち直ったんだなって、よかったねっていう、笑みよ、はい。なしですよね、今日だから。なし、そういうあざけ笑いは絶対なし。絶対なしですね、うん。続きまして、ラジオネーム、みんなのターコイズ。僕がついていなかったと思うのは、3年間、全く剥がされなかった自転車のステッカーを、東京に来てから1年目の今年、剥がされたことです。東京怖いです。まあ、自転車にね、なんかステッカー貼ったり、カスタムしてんのかな、ステッカーで。あ、そういうことか。普通のママチャリのさ、フレームのとこに、シュプリームとか、ね、貼ってるやつ。タウカンとか。タウカンとか。うん。おめえ笑ってんな、てめえ。いや、笑ってない。なんでタウカンつけたっていいじゃねえかよ。いや、何のステッカーかな、ステッカーにもよるじゃないですか。ああ、うん、何のステッカーだろうな。まだ今、タウカンとかね。だからちょっと聞いてみようか。みんなのターコイズ、何のステッカー剥がされたのか教えて。そうだね、うん。それによってだいぶ変わるわ。そうそうそう。うん。ちょっと心配だな。心配ですね。マイナスなね、思いに囚われないといいけども。心配、マジで。続きまして、ラジオネーム。ラジオネーム。はい、会社をクビになったニート。こんばんは。初メールです。不幸話ということですが、6月に会社をクビになりました。理由は、人事部長が自分を気に入らないということだそうです。それから約半年、転職がうまくいかず、おととい58社目の不採用通知をもらいました。そんな私を大学時代の友人たちが慰める会という飲み会を2週間ほど前に開催してくれました。その飲み会で買ったばかりのタブレットを置き引きされ、約5万円の被害を受けました。さらに、うん、ごめんなさい、これまだ、まだ後半あるんですけど、うん、ごめんなさい、ちょっとヘビーすぎて読めないです。いやー、いくら間口は広いとはいえど、さすがに無理か。うん。ヘビーなやつ。これ、ちょっとこの後本当に読めないわ、これ。ちょっと、うん、そう、うん。ざっくり言うと、どんな感じなんですか？うん、友人が未だ許してなくて絶縁状態、うん。これはちょっと生きろ聞いてほしいですね。こういうやつには。ん？生きろ。あ、マンジラインの。うん。グってなんだよ、ね、お前。いやいや、だから。いや、ほんとそうよ、でも。あんならちょっと聞いてみてるもんだけどな。あ、でもほんとそうだね。うん、マンジラインの生きろ。ね、まだみんなで歌うバッドではまた別としてね。また別として、うん。いろんなそういうポジティブになれる歌がね、多い分にはいいからね。いや、これはなかなかだな。これもちょっと、うん、結構、うん。ちょっと単語として、示談
一段で出てくるんだわ。一応それだけワードだけ一応言っとくと次段と絶縁。いやこれは次段と絶縁と、うん、安売りしていたシャンメリー、うん、この3つを使って短文を作りなさい。もうこれもモロの対象候補だなこれな。そうだね、ガチエピソード来ちゃったからな。言ってるもんな結構なとこまで。結構なもんだな。あ、いやじゃあ続いて読みましょう。ラジオネームもちみたん、悲しいことに私はサムゲタンを食べたことないよ。未だにだよ。今年どころか毎年後悔するよ。来てますよ。来てますよって何すか？え？来てますよって何ですか？サムゲタンを食べたことがないよ。はい。未だにだよ。おっしゃってるね。それが何なの？ついてないって言いたいの？未だに、サムゲタンってちょっと前にね、ちょっと流、ね、流行りましたけども、まあ、うん、未だに食べてない。今年どころか毎年後悔するよ。おっしゃってる。なんだよ。え？何笑ってんの？いやいやいや。読め、ちゃんと。なんで俺読まなきゃいけないの？読めよ。読まないとなんか文字面で読まないと入ってこないのかな、自分に。声に出して。悲しいことに私はサムゲタンを食べたことがないよ。未だにないよ。今年どころか毎年後悔するよ。あ、そういうことか。入ってきた？ん？うん。読んだらやっぱり入ってくるもんだな。あ、そう。うん。うん。じゃあよかった。どうしよう。テーマ変えっか。いや。いける？でも。今年最後結構大事っていうか。でも他はさ、結構さ、うん、ガチな感じもあるし。うん、でもこういう、ほら、あの、不幸だなって思うことって、その他人が決めることじゃないから。こういう、よく考えたら、これ、アカシアサンタでやってるだろ、こういうの。ん？わざわざ今、こう、次の次の日ぐらいにこれ。アルピーさん？え？え？全部言わせる俺に。いやだやだ、アルピー？どうする？アルピー、サンタ？出たビッグスリーいただきました。いや、違うよ。さすがですね。すげえよ、やめろよ。T シャツいじりどこまで続くの？何も恥ずかしくなく言えるわ。アルピーサンタ。アルコ&ピースのオールナイトニッポン。アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です。皆さん、アルコ&ピースの1週間飛んじゃった。そうですね、うん、ちょっとあれですけれども、ね、今年はね、まあ、ちょっと総括的なところもありますからね。そうですね、ちょっとメールを分厚く読んでいきます。はい、はい、メールから来てますね、はい、うん、愛媛県ラジオネーム2012マンジラインマジでジャパレゲシーン揺るがすぜ。ジャパレゲ合ってんのかな。名曲分社からかでも言ってるぜ。分社からか。心は全部分かってんだろ、響いてんなら盛り上がれ。分社か、らか、ん？分社か、らかみや、マンジライン。ほら、心にズシッと響いてくんだろ。さっきのタブレットを置き引きされたやつもさ、うん、きっといいことあるぜ。分社からか。上地雄介さんのやつじゃないの？それは、ちょっと違うな。ちょっと違うな。ブーン、分社か、ブブンブーン。ちょっと違う、多分。ちょっと違うまた違うやつでね。ラジオネーム2012ね、文社家ラカミヤマンジライン、歌詞もね、載せてくれ。その後ほら心にズシッと響いてくんだろって言ってるでしょ、うん、心にズシッとのとこ見てみ、うん、あの神奈川県のズシおい、これわざとだったら大変なことだぞ。こんなコケの仕方ねえぞ。人の不幸の重みをよ。ひでえわ。なあ、うん、漢字変換でおちょくるってこのよ。これだ、こいついじってんな、多分。ああ。うん。じゃねえと、心にズシッとんとこ、ズシを神奈川のズシにしねえだろ。俺これ技だったら許せねえな。今日に関してはちょっと許せないですね。ああ、これダメだわ。うん。今日のメールテーマは、ダイハード大賞2014。今年一番ついてなかったリスナーを決定いたします。うん。みんなでね、うん、笑い飛ばしちまえばいいじゃん。そうそう。嫌なこともいっぱいあったけどね。何かしら不幸なことあるって、みんなね。さあ、うん、愛媛県ラジオネーム2012。新ビッグスリーの酒井さん。やめろよ、もういいよ。毎年恒例の正月にキムタクとやる番組、酒タク。今年はどんなことをやったんですか？今年も楽しみです。
すごいな。坂田区誰がみんな俺どうやって絡めばいいんだ知らないよ。結構回すんでしょ。車乗って二人でどっか行って。怖えよそんなの。いいな。好きな CD かけてお互いの。何かけんの。うわどうしよう。木村拓哉。結構センス問われるとこよ。そうだよね。あえてでもね。他の、だから、トキオとかかけ、どういう関係とか聞いたら、いいんじゃない？ああ、ね、いいね。来たよね。ああ。うん。いや、いいと思うよ。今の、本当に。いやー。坂田くってなんだよ。すげえ番組どんどん持っていくなぁ。いやー、坂田くは無理だろ。新ビッグスリー、やっぱりそのね、芸能界の頂上、頂点はなかなかね、ここ何十年もね、揺るぎなかったものが、ついに動いたかと。いや、もういいわ、これ。もうやだよ、もう、いじんじゃねえよ。その T シャツの柄いじんのなしだよ。文字とか。いや、もうそのレベルの話じゃなくなってるぜ。え？そのレベルの話じゃねえよ、もうこんだけ来てたら。いや、もう、ひどいわ、もう、ちょっと、一番ついてなかったリスナー、ね。ダイハード大賞2014ですから、引き続きあなたからのメールをお待ちしております。メールアドレスは ap@allnightnippon.com です。まだ、ケンタスマップ。誰だよってなると。芸人は2種類に分けられる。アルコ&ピースか、それ以外だ。アルコ&ピースのオールナイトニッポン。はい、時刻は間もなく2時になります。この時間はアルコ&ピースのオールナイトニッポンをお送りしております。はい、今日のメールテーマはダイハード大賞2014です。はい、今年一番ついていなかったリスナーを決定いたします。はい、ではテーマメール読んでいきましょう。ラジオネームパクパク食べるお父さん。今年はプリンがサドルに入っていたよ。ブロッコリーじゃないんだよ、プリンだよっていうね。今日どうすんの俺。ちょっと待って、マジで読み方でいくか。え、読み方で、うん、ごまかせんならやってくれ、頼むわ。ラジオネームパクパク食べるお父さん。今年はプリンがサドルに入っていたよ、ブロッコリーじゃないんだよ、プリンだよ。ダメだやっぱダメだやっぱり読み方じゃねえ。ちょっとじゃあ俺も読むわ。うん、ラジオネーム青電車。僕がついてないと思ったことは、今月頭からおちんちんが痒くて仕事に集中できなかったから、アルバイトに降格したことです。明日からも頑張りまーす。やっぱりそのアルバイト先でもいろいろあると思うけど、その働きぶりだったりね、頭のおちんちんが痒いということで、まあでも、働くことってそういうことじゃねえのか。ダメだな。ダメだ。ダメだな。これやべえ。2時になっちゃったよ。やべえぞ、これ。今月頭から変えるか、ちょっとおちんちんが文章変えてもいいんじゃレベルじゃねえかこれ。おちんちんだからいけねえのかな。頭からおちんちんが今月頭からおちんちんが痒くて、うん、ん、あ、頭からおちんちんが生えてるわけじゃねえのか。今月頭からおちんちんが痒かったのか、うん、にしてもだし、うん、やべえぞこれ。いや俺は信じるぞ。うん、あ、さっきあのラジオネームみんなのターコイズの自転車で剥がされたステッカー何なのかっていうメール来ました。みんなのターコイズ、ターコイズ頼む。ステッカーはたった1枚だけ貼っていたザ・バースデイというバンドのステッカーです。ブックオフで雑誌を買ったらついていたので貼りました。いやー、そのザ・バースデイのバンドのステッカーをね、東京切ってで1年目に剥がされてしまったという、うん、いかにもついてないよっていうねエピソードいただきました。いやー、ダメだろう。これもどうなんだ、バースデー分かりづれーし、嘘ついてもいいんだから。みんなのターコイズ、うん、面白ステッカーみたいなのもいいわけじゃん。それだとお前がさっきタウカン言っちゃったからさ、タウン&カントリーだろ、うん、あそこの結構強いとこをさ例で出しちゃうと俺ぐらいのシュプリームグレーにしといた方がいいんだって。ボケシロ残さねえと。俺も失敗したじゃあ。タウン&カントリー以上のやつ出てこねえだろ。そっか、うん。今日嘘でいいぞみんな。そうだね。今日嘘でいいかもね。お前タウン&カントリー先に言うな。こういう場合そうだね。これは今日のこのラジオだけじゃなく、今後の俺とお前のその芸人活動やっていく上での約束ことな。ステッカーボケとして。うん。タウン&カントリーはボケシロとして残す。今後あるか、ステッカーボケのシーン。タトゥーで彫っとけお前それ。
アロン&カントリーは残せ。夏は誰にも喧嘩売られないぞ。やばい、どうすん、どうしよう。いや、どうしようじゃない。別にメールが来てるから。来てる、うん、うん、ならいいけどさ。お悩みメールがね。お悩みメール、うん。ちょっと読み方を変えた方がいいのかな。ね、ラジオネーム、股関節痛。うん、僕のついていなかったことですが、今年初め、クラスの、を殴られ、その痛みを紛らわすために、ずっと左足をぐるぐる回していたら、関節がおかしくなってしまい、痛みが今も取れません。これが、ラジオネームの由来にもなっています。助けてくださいよ。ラジオネーム、股関節痛。このエピソードがあった上で、このラジオネームだったんだね。いや、面白い。なんか押しましたけど。あっぱれ。え？あ、そんなシステムあったんですか。あっぱれ。うん。あっぱれをあげるってことですか。あげ、あげてください。関節にはあっぱれじゃあ差し上げます。うん、急にルール変わってる。必死みんな。いろんな、やっぱこの1年でね、この1年のうちに嫌だったこと、忘れたいことってね、なんとかね、ゼロにしたいですからね。年内のうちにね、うん、それはね、そうそうそう、引きずらないように、年またがないようにね、やっていきたいと思いますけども。どうでしょう、平子さん。なんだ？そのキャラやめます？あ、俺もちょうど続かないなと思ってたところだ。おい。いや、あの、うん。みんな、今日のメールテーマは、不幸なことをメイン、そこを軸とした嘘祭りねえ、アルピーの二人聞いてよ。うん、お、僕、私、こんな不幸なことがあったよっていう嘘をついてほしいんだ。どしどしメール待ってるよ。引き続きメールをお待ちしております。ap@allnightnippon.com です。はい。では、こちらのコーナーに参りましょう。うん、相棒コンセルト、休みます。よっはい、こちらのコーナーは我々アルコ&ピースが秋ドラマ信長コンセルト、今日は会社休みます、そして相棒シーズン13、どれにでも出演できるような役者になるためのコーナーです。そろそろ新しくしないとドラマ終わってますからね。そうだよ、うん、好評だったもんなね。さあ、こちらはどんなコンセルトが何をきっかけに休むことにしたのかを送っていただいております。はい、はい、では参りましょう。新潟市、ラジオネームミルクノート。可愛いコンセルト、ツーアウトランナーなし、休みます。そうだ、ね、普通のバッティングでいいの。俺可愛い好きだからさ、うまいからね、バッティングも。いや、そりゃそうだよ。ラジオネーム石川鴨仁くん。焼肉奉行コンセルト、一発目からテールスープを頼む化け物が現れて、休みます。怪物だな、怪物、後半だもんな。続きまして、神奈川県、ラジオネームイエローサブマリン。タモリクラブにありそうでない特集コンセルト、電子レンジのチンの音を聞き比べよう特集、休みまーす。いるな、そう、あーメーカーの違いだったりね、歴史を紐解いてね、いいね。ラジオネームトゥルーマンショー。水族館の、深海魚コーナーに入る直前で交わされがちな会話コンセルト、お前 T シャツ光ってんじゃん、休みます。あるよね、ああ絶対ある。ブラックライトのね、白いとこ光っちゃう、歯とかね、白目の部分とかね。すげえある。続きまして、ラジオネーム石川鴨仁くん。宴会で確実にやや受けで終わる一発芸コンセルト、男性社員による恋するホーンチュークッキー、休みます。これ結婚式とかでもやりがちだけど、あーそうだね、ちょっと上脱いだりしてね、あやるよね、あ見たくねえな、おせえな、やめてください。東京都、ラジオネーム水曜のお祭り。ダジャレバカうめえやつコンセルト、田中マルクス、トゥーリオってどこ行ったの。んー、トゥーリオ、いやリオってどこだよ、リオデジャネイロじゃねえだろ、やべ滑った、休みます。やべ滑った。バカうまくねえじゃん。続きまして、
ラジオネーム山口ホテル。お餅つき初体験コンセルト。キネを持って餅をつこうとすると町内会長からダメダメダメ、最初はキネを使って餅米を潰してからじゃないと、ダメダメダメ、そんな力任せじゃなくて遠心力つけて、ダメダメダメ、そんなに水つけたら餅が固く休みます。うるせえからな、地域地域で違うからね。そうだね。ラジオネーム石川鴨仁くん。おにぎりコロリンコンセルト。袋タイプのバカうまい焼きハラスのおにぎりを転がしてしまい休みます。はけえやつはバカうめえやつ。大ねえな、和紙見てる。そう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 。誇らしいやつね、買うとき。続きましてラジオネーム塩サイト。残業コンセルト。ああ今日は残業か。え、スマスマにゲストでリンキンパーク休みます。リンキンパーク出るな。そうだね、鈴木福君ともコラボしてる。そうだわ。ラジオネームトゥルーマンショー。落語に絶対ない下りコンセルト。毎度バカバカしいマンウィズの話を一席休みます。絶対ねえよ。所詮獣なんてのはね。続きましてラジオネームモランボン。野球場界隈で面白いと持ち上げられ勘違いしたプロ野球選手コンセルト。あくまで元気なプロ野球選手なだけなのに、半ば自主制作のお笑い DVD をコンテンツリーグから発売する。アマゾンカスタマーレビューで星一つ。田舎スナックのホステス相手に受けたからって勘違いしてんじゃねえよの投稿に、1538人中1537人の方がこのレビューが参考になったと投票して休みます。コンテンツリーグそんな簡単に出せんの。出せねえよ。ラジオネームカツカレー。斬新すぎるキャラ弁コンセルト。お前のお弁当のキャラ弁何なのそれ。あ、これスト2でボコボコにされた時のガイルのイラスト。休みます。ガイルボコボコだからな、あれほっぺたとかポコーなって紫ってるもんね。そうそう。それでは続きましてラジオネーム本民の誰得。悠々白書のオープニングコンセルト。ありがとう休みます。なんでさ、ミキサー、わかるじゃん今の。ラジオネームタマキンピロリロ。だいぶガタ来てる芸人コンセルト。おいおいおい、お前そんなもん、あのあれやだよ、まあ、あのほらあいつのあの人が怒、あの人が怒った時のあのお前あれか、休みます。引き続きメールを募集しております。メールアドレスは ap@allnightnippon.com です。メールの書き方は何々コンセルト何々で休みますでお願いします。懸命に相棒と書いていただけると助かります。有楽町日本放送キーステーションに全国ネットで放送中、アルコ&ピースのオールナイトニッポン。アルコ&ピースの酒井健太です。平子優希です、はい、今日のメールテーマはダイハード大賞2014です、うん、今年一番ついていなかったリスナーを決定いたします。はい、はい、そうですね、うん、もう嘘ありですもんね、うん、もう嘘ありになっちゃった、ね、まあ嘘ありっていうか、はい、いや、まあそれはそういう、あ、まあ言ったらあれですけど、うん、やっぱですけど、はい、分かってると思いますけどお願いします。ラジオネーム、うん、ケツ出し。嘘なんですけど。ちょっと待って、ダメだよ、これつけたら。まあ、それは1枚目だから。まあ、1枚目だよ。まあ、ルールのね、ルールの基準としてね。どんなラジオになるんだ。ラジオネーム、ケツ出し。嘘なんですけど、ガードレールをかっこよく飛び越えようとして、スマホ落として、画面がバキバキになりました。嘘じゃねえだろ、これ。
嘘だとしても微妙だしな。嘘ならもっと大胆についていいよ。ありえるからこれ。嘘なんですけど、うん、そこが一番強かったじゃねえかよ。じゃ続きまして、三鷹市ラジオネーム地球儀は回り続ける。アルピーのお二人こんばんは、うん、今年生まれたマウスピースです。明日初めての試合で亀田光希選手の口の中に入ります。正直不安しかありません。辛いです。どうやって送ってきたんだよ。あ、擬人化不幸メール。ついてないっすね。ついてないっすね。ついてないっすね。同じマウスピースでもね、うん、綺麗な女子選手だったりね。またね、違うでしょうし。やっぱそういった夢を持ってね、マウスピースとしてね、うん、希望を胸にね、抱いてきたと思うんですけれども。光希選手の口、うん。ただもう決まったからには全力で。ぜひね、やってほしいですね。歯を守っていただきたいと思います。うん、ありがとう。極端だな、もう。いや、そうなんだよ。真ん中くれっつってんだ、こっちは。もうまあ、ファンタジーでもなく、こっちのね、さっきの。リアリティのある感じ。真ん中欲しいんだよ。そうだね。うん。いや、嘘じゃんぐらいのやつね。うん。うん。ちょっと期待して。頼むよ、これ。バランスいいやつね。うん。軌道乗っかろう。葛飾区ラジオネーム、うん、関口優斗。チンチンが7つの首を持つドラゴン、ヤマトのオロチンチンになっちゃったよ、不幸なりー。嘘もうやめっか、どうする、嘘。真ん中って、やべえ。真ん中ねえのかよ。ちょうどいいとこがいいんだよね。そう、このスマホ落として画面バキバキと、うん、このチンチンがヤマタのオロチンチンになっちゃうっていうエピソードの真ん中。ヤマタのオロチンチンって何？ああ次、よし、これちょっとお願いします。マジで平子さん。うん、神奈川県ラジオネームルービックキューブン。自分のついていない話は、寝ているとき母にくるみパンを入れられたことです。眠かったのに目が覚めちゃいましたよ。どこにだよ。どこにですか。おめえらよ。うん、なあ、池坂ごめんな。誰ですか。いや、リスナーに言ってんだよ。あ、リスナーに。うん、なんで俺主導の時弱くする。なあ、いつもそうだよな。恋ではないで、自然とこうなってる。いつもそうだろ。いやいや。自然とそうなっちゃってる。俺ん時だけだ。アルコ&ピースのオールナイトニッポン。家族。我々アルコ&ピースはリスナーのことを平子主導の時だけ弱くするやつだと思ってます。家族ね、家族だと思ってます。僕平子はお父ちゃん、酒井は兄ちゃん、そう思って接してもらいたい、はい、このコーナーでは家族の君から本当の家族には言えない君の日常を送ってもらっています。はい、はい、ラジオネーム節子貫通。お父ちゃん兄ちゃん、聞いてほしいことがあるんだ。パーフェクトフリーダムオナニー。それは無人の家で周りを気にすることなく無心でしこれる至福の時間、それが今平日の昼間に起こっている。父は仕事、弟は保育園、姉はバイト、祖父はインド、祖母はドバイ、そして母が俺の高校の保護者会から帰ってくるまでの数時間、俺はオナニー御殿のご主人様に。早速、素人ナンパ者の AV を再生する。さあ、右手を添えて、オナニーの開始だ。焦ることはない。俺はもともと早漏気味だが、まだまだ時間は、ガチャガチャ、ギー。玄関が開いた。誰かが帰ってきた。玄関からリビングまで歩いて10秒。ゲンチャリなら3秒。やべえ、どうやってごまかす。俺の両脇に寝かせてあるラブドール、チャック・ノリスモデルと、ジョン・ボン・ジョビ、ジョン・ボン・ジョビモデルの
2体はもうどうしようもない。ステイで。そしてテレビで再生中の AV はインタビューが終わってペッティングの段階に入っている。これはいかん。そうだ、平日の昼間恒例のビリーズブートキャンプのまがいものを紹介するテレビショッピングにチャンネルを変えられれば全裸汗だくでフローリングの上でブリッジしてる俺の格好もそれに触発された感じを醸し出せる。リビングのドアが開くと同時にリモコンを押す。地上デジタル8チャンネル。テレビに映し出される泉ピン子の顔。佐賀のガバイばあちゃんの再放送だ。唖然としてへにゃりと折れ曲がる俺の膝とチンコ。鬼の形相でロケットランチャーを俺に向ける祖母。慣れた手つきで5発ほどぶちかますアーミー祖母。弾け飛ぶ俺の祈祷。流れ玉を食らうチャック・ノリス。まさか祖母のドバイ土産が鉛の玉とは。目を閉じる俺。ハリウッドが送る超大作シリアスアクション映画ドバイばあちゃんサーガ明日公開。何言ってんだこいつ。続いていきましょう。ラジオネームガイル・ガーゴイル。お父ちゃん、兄ちゃん、聞いてほしいことがあるんだ。知人から仕事を紹介してもらった。期間は1ヶ月。集合場所は古びた寺の講堂。そこには多くの人が集められていた。男が現れ声を上げる。貴殿たちに食事を与える。感謝して食すように。今日の職務は以上。配られたのはサバの味噌煮。うまい。皆黙々と食べている。2日目、3日目、4日目も配られたのはサバの味噌煮。不満はなかった。しかし、20日目が経過した時、異変が起きた。米が食いたい。一人の男が呟いた言葉で、米の所存が全員の頭をよぎった。次の日からも出てくるのはサバ味噌だけ。ダメだ、米が食べたい。日に日に募る米への思い。最終日、男は言った。貴殿たちに報酬を与える。手渡されたのはサバ味噌だった。ふざけるな。俺たちは抵抗の意思を見せた。次の瞬間、行動の扉が開いた。男は高らかに声を上げた。さあ、貴殿たちは自由の身だ。外には無数の米がある。存分に米を食べるがよい。これが貴殿たちへの本当の報酬だ。俺たちはサバ味噌を片手に一斉に町へ飛び出し、町中の米をむさぼった。そして数ヶ月後、ついに日本から米が消えた。これが米騒動の真実です。年末に何言ってんだ。年末だぞ。そうだね、忙しい中送ってくれてんだね。うん、だからか。東京都ラジオネーム関口優斗。お父ちゃん、兄ちゃん、聞いてほしいことがあるんだ。あれかっこよくない？あのサッカーでさ、ふわっとしたボールでゴール決めるの、あれかっこいいよね。ちょっとやってみていいかな。タッ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 パス。ふわーふわふわーよろよろよろーふんわーふんわりふわふわーふわふわーふわコリコリコリふわコリコリふわコリコリふわギチギチコリコリギチギチぬっちゃーびちゃびちゃ
食べる？これ食べる？いらない？あ、そう。本当いらない？あ、そう。うん。あー、北海道行きて。ウニ食いて。ウニめっちゃ食いて。あー、マジで北海道でウニをバス。ゴーなんだよ。いや、いい加減にしろよ、本当に。わかんなくなってきちゃったな。いや、これ入れよう。入れるか。サイコボックス。Go to the Psycho Box。冗談じゃねえな、マジで。うん、あ、結構入ってる、5位。今2ポイント入ってるから3ポイント目入って、同率の2位ですね。やべ。いや、これはいい加減にした方がいいわ。何やってんだよ、これ。出てこない。ああ。ぶねえな。じゃあ続きまして。札幌市ラジオネーム DLO。お父ちゃん、兄ちゃん、聞いてほしいことがあるんだ。帰ってみれば、台所に今朝の目玉焼きが残っていた。ラップするのを忘れてた。カーテンを開けても、とっくに太陽は沈み、都会の光が私を照らす。テレビ、ストーブ、お布団、ソファー。そういえば私、振られたんだっけ？テレビをつければ知らないニュース。携帯を覗けばどうでもいい知人の LINE。靴下を脱ぎ捨てると風呂場に向かった。上一枚脱いで思い出した。今日水道使えないんだった。なんかいろいろあるな。実家の玉、元気にしてるかな。おせちの予約は明日にしよう。おやすみ、私。次に目が覚めるときは、もう少し幸せだったらいいな。いやー、なーにこれ、なに今日、なんだこれ、吉本バナナかこれ。なんだこれ。入れろ、2ポイント、サイコボックス。DLO。おめでとう、一気に2ポイントだ。ボーツーザー、サイコボックス。いやー。ああ、一気に2ポイントだから一気に5位タイだ。うわぁ、なんだろう。いや、吉本バナナだよ。ヒーロー、うん、ねえ、今日はこれ。アルコ&ピースのオールナイトニッポン。アルコ&ピースの坂井健太です。平子祐希です。はい、今日のメールテーマはダイハード大賞2014、今年一番ついてなかったリスナーを決定いたします。はい、ちょっとリアクション来てます。ラジオネームマッチボックス。平子さん、坂井さん、求めるレベル高すぎますよ。今夜のテーマ悪くないですよ。なあみんな、すごい。うん、悪くないっていうか、うん、味のある回だと思うし、うん、すごくみんな頑張ってるから、うん、そういう頑張ってる感じはすごい出てくから、うん。だから、うん。うまく言えないけど、うん。面白いです。3時まで頑張ってください。おい。マッチボックスがね。かねえじゃねえよ。俺の方だろう。俺の手動の回すかしてる感じだろうがよ。なんでだろう。なんでだよ。なんでだろうね。ああ、そうさ。続きまして、福井県ラジオネーム。猿のは惑星。結局嘘をつけばいいのかマジなことを言えばいいのかわからないまま今年の放送は終わってしまいそうです。さて、今年のアルコ&ピースのオールナイトニッポンは一本締めで締めたいと思います。それでは皆さん、お手を拝借よーじゃないよ。いや、ダメだ、俺やったらダメだよ。締めないよ。やっちゃダメ、やっちゃダメだよ。ダメだよ、まだあるから。ダメだよ、こっから巻き返すんだから。行きましょう、行きましょう。うーん。ラジオネーム、ハチャトリアノン。みんなついてない話をしてるみたいだけど、本当についてない？不幸？静かに胸に手を当ててごらん。大丈夫。君たちの心臓はまだ動いてる。そう。みんな少なくとも俺よりはマシだ。かよー。おい、もう、やばいのにさらに怖さ上乗せしないでよ。せめてそれ書いてこいよ、その。
匂わすのでやめんのやめてよ。一番怖えよ。やめなさいって。もういいや、もういい、うん、さあ候補者が出揃いました。表彰式に参りたいと思います。揃ってる、うん、第1回ダイハード大賞2014流行る大賞に選ばれたのは、クビになったラジオネーム会社をクビになったニートなのではないでしょうか。うん、そうですね。さあという結果になりました。うん、いやこれはもうね、うん、納得の大賞ですよ。素晴らしい。はい。うん、ということで大賞を受賞したラジオネーム、うん、会社を。え？何今の？誰が撃ったっていうことの？銃？今銃撃ったろ？今銃マシンガンみたいな。ストップストップ。茶番は終わりでーす。誰かのこと忘れてませんか？え？俺だよ。天才ハッカーの AD 斉藤だよ。なんだよ。なんだよ。急に何なんだよ。何しに来たんだよ。うん。一個質問。なんで、俺が対象。待って。詰めんな、なんだよ。どんどん。言えよ。なんかやるんだったら事前に言えよ。そうだよ。説明してくんねえと分かんない。ただでさえだよ、お前。うん。今日。よく入ってこれたの、お前、この感じで。家族、なんか時間余ってんなと思ったのよ。なんなんだよ。一週間もなくなったしさ。一、うん、個質問。なんで、俺が大賞どころかノミネートもされてないんですか？なんで、ずっと携帯でメール送ってたのに読まれないんですか？あ、いじってたの、メール送ってたの。携帯、お前さっき、こちょこちょやってたの、送ってたの？メールを。俺らさ、でもそれ、さっき、たまたま触れたからいいけどさ、うん、触れなかったらどうするつもりだったの？どうするつもりだったんだよ。よーく思い出せよ。本当についてなかったのは誰か。俺に決まってんだろ。質問の答えになってないんだよ。何しに来たんだよ、斉藤。答えてくれ。記憶力のないバカなお前らのために。答えてくれよ。何しに来たんだよ。うん、お前は。ここに。うん。記憶力のないバカなお前らのために。お前何なんだよ、答えろよ、質問に。今日は俺、AD 斉藤が。斉藤、すべて斉藤、すべてじゃないよ。どんだけついてなかったのかって。斉藤、総集編。OK 出すよ、話終わったら。俺出すから、斉藤。何しに来たんだよ、お前は。記憶力のないバカなお前。何なんだよ、こいつよ。ために、今日は、俺、AD 斉藤が、どんだけついてなかったのかって、総集編用意したから、聞けや。いやじゃないよ、用意してあんの？答えろよ、質問。総集編を？いや、何のこっちゃ本当わかんないけど。うん。では、どうぞ。腹立つ。まずは2013年9月13日。13日の金曜日。ジェイソンおもてなしの会。俺はジェイソンの見張りを任された結果。斉藤います？斉藤はね、あれ？斉藤。あ、いた。お前、こんな何寝てんだよ。何サボってんじゃねえよ、お前。斉藤、あれ？どうしたんすか？斉藤！え？え？血？お前やった？斉藤！え？まじ、斉藤ジェイソンにやられたんすか？起きろよ斉藤！え？おい斉藤嘘だよな。斉藤の頭が体どこだよ。怖いよ。斉藤の体どこだよ。怖いよ。2014年5月9日、番組ホームページのアクセス数を伸ばそうの会、日本放送の5階にあるデジタル部に侵入した結果。斉藤、深追いが危険だ。早く撤退しろ。斉藤、警備に見つかった。早く撤退しろ。悪い平子さん、どうやらゲームオーバーみたいだ。斉藤2014年5月30日、無人島編後半の回、ヘリでお前らを助けに行った結果、どうなったか、こうなった。ヘリ、酒井、ヘリの音が聞こえる。助けが来たぞ。おーい、ここだー。おーい、ここだー。平子さん。
そうで何より。じゃ着陸しますね。嘘だろ、斉藤、斉藤どうだ、ついてないだろ。いやまあまあいろいろね、懐かしい感じのもあったしね。これ斉藤的にはなんか気に入ってるやつあんの？いや答えろや。いや酒井が聞いてんだろ。俺聞いてんじゃん、さっきから。俺今でも振り返ってみたら俺も結構大変じゃねえこれ。全部俺が付き合ってる感じだったなこれね。なんかあんの、酒井聞いてんじゃん、なんか気になんかお気に入りの回はあんの？やっててなんかさ気に入ってる。まだまだあります。AD 斉藤ついてない名場面集、後半はお知らせの後。お前何なんだよマジで。酒井に答えろよ。何なんだよ質問に。ロボじゃねえかよ。アルコ&ピースのオールナイトニッポン。AD 斉藤ついてなかった名場面集後半、まずは2014年7月11日 GTO とヒーロー、すげえのはどっちだの回。平子の罰ゲーム執行人としてのどちんこを触らされた結果。納得いかないこれは。AD 斉藤がですね、俺のどちんこ触ってないのにな。いやあいつやべえだろ。確実に触ったわ。斉藤入ってこいや。確実に触ったよね。触った感触はなかったです。なんなんだおめえ、やべえだろ。お前ふざけんな、これは俺ガチで言ってっかんな。俺冗談で言ってる時とガチで言ってる時のお前判断しろよ。2回触ろうとするんだよこれは。触ってないと思うんですけどね。触ったんだよ。お前爪で、しかも爪でやったからね。2014年9月12日ダイナソーラジオの回、日本放送内でヒラコザウルスを捕獲しようとしたらこうなった。斉藤頼んだ。オーケーオーケー、ベビーこっちにおいで、いい子だ、いい子だ、ほーらほらほら、ほーらおいでおいで、ほーらいい子だいい子だ、おいで。おいこっちに来いって言ってんだろこのうすのろが。はい、死亡フラグ、死ぬんでしょ。あっあああ斉藤、斉藤、斉藤斉藤じゃねえよ。2014年12月5日バミューダトライアングルの回、平子にケツバットしろって言われてやってみたら、あれ穴がねえ、塞がっちまってる。なんでだよ、ちゃんと突っ張り棒で塞がらないようにしてたのに。 AD 斉藤、まさかお前がケツバットを用に持ってきた棒って。あー、まさかって言ったらケツバットっすか。このドジ。お前のせいでバミューダトライアングルに閉じ込められちまったじゃねえかよ。そして先週ホームアローン一流の会、平子の家を探していた空き巣に捕まった結果こうなった。いってえな、出てた。俺は言わねえよ、平子さんの家がどこにあるかなんてな。俺はな、仲間を売るようなことは死んでもしねえんだよ。あーくっ、はあ、悪いな、ちょうど爪が伸びて切りてえと思ってたところなんだよ。はあ、はあ、あこれでも俺が対象じゃねえって言えんのかよ。いや待って。いや、まあ、いろんなことやってきたなって思ったけど、最後のホームアローンの回さ、あんななかったろ。ねえ、お前作ったろオリジナルで。ずりーよ、それ作ったのは。なんで増すんだよお前作って。全然答えてくんねえじゃん。全然答えてくんねえ。増してねえよ。いやあれ多分だから結構最近のだからみんな覚えてると思うけどなかったよ。先週だもんね。こんななんか斉藤が拷問受けましたみたいなシーンないよ。なかったよ。何言ってんの。なんだこいつ。いやすげえな。で今のこの振り返りの音源ずっと流してたから、あの何やってんだろうなって気になったんでしょうね。あの朝の徳光さんの番組のスタッフが覗きに来ましたよ。マジでこいつは何やってんだっつって。ラジオドラマかなんか。
流してんのかなって。いやすげえ、あのどちんこどうなの、なんか罰ゲームで俺ののどちんこを触って俺がもだい苦しんでたのに、うん、こいつはいや僕触ってませんけどみたいな、マジでちょっと年内で解決しないとどうなのよ、うん、あれ怖えんだよな、お前触ったよな確実に、あの時どうなの、誰でしょ俺ののどちんこ1回目で触ったろ、マジでどうなん、触ってない、いやお前触ったろって、触られたんですよね、のどちんこ触られたら分かるだろ、分かる分かる、ほら日向さんこいつ言ってんだからさ、どうなんだよ、いや怖いわ、うん、いやそもそもスタジオに入ってないんすけどいやあん時、いやさっきこ今も音も入ってたじゃんお前の声も、そんな嘘あるお前スタジオ入ってないとマイクで拾えないだろあの流れ、絶対入ってたよ、いや入ったろ、まあとりあえずスタジオに入ったよな、それは認めろって、うん、いや実家にいましたね、嘘つけお前なんだその嘘、なんだこいつ、コンビニ経営してる実家かお前の嘘だろお前、いたじゃねえかよここに、何がしたいのかもう全然わかんないんだけど、何か質問は、いや、くつくな、ねえよ質問はねえよお前そんなやつだったっけ、お前がやってることに対して俺ら難癖つけてるだけで質問はないんだよいや何でも最後の最後オリジナルまで作り込んでさ、うん、何 どうしたいのこれ、すげえ死ぬなそんでな、生き返んな、うそうだよね、あメール、千葉県ラジオネームシエル、斎藤の不幸とかもそうなんだけどさ、ジェイソンをおもてなしとか、うん、無人島とかののどちんことか、この1年で何やってきてんだろうなアルピーと俺たち、本当だわ、でも楽しかったな、来年もよろしくなまあまあ振り返ってね、まあいろんなことをね、いいね、アルピーと俺たちって言ってくれるの嬉しいね、ああ、うん、いやそれは本当に、いやありがたく思ってるんですよ、うん、そうね、うん、いやそれはそれで全然いいんですけども、うん、斎藤が何なんだっていう、本当にね、いまだにちょっとよくわかんない、うん、今日の流れもねちょっとあったし、まあね、うん、そのお前が食い込んでくる流れでもなかったからね、うん、逆に何だと思います、何なんだよそれ、お前が言えばいいんだよ。おめえの顔を流してえわ。本当だわ。疲れた、顔してんな。疲れてんだろ、お前。顔色ちょっと悪いもんな。なガチでお前の暴走じゃねえか、今日これ。なあ。やべえだろ。な。ほんとやべえわ。え、なんなんお前からの提示なんもないのそして、ほんとに。ダメだな、いやいや、お前ちょっと尺使いすぎだって。え、じゃあ何？お前が不幸なのね。じゃあ分かった。はい、じゃあもういいよ。うん、お前が対象でいいです。今更もう遅いでーす。ってことで、今からお前らの脳天に風穴を開けたいと思います。いやもう、平子さんマジどうします？あ、まあ、打たれんのは嫌だからね。まあね。まあじゃあこれしかないでしょう。ミキサー川辺さん、曲お願いします。頭が痛い、やめろ、止めろ、なんだこの曲、斉藤、目を覚ますんだ、痛い、止めろ、止めろ、止めろ、お前、本当はこんなことしたくないんだろ、なあ、痛い、いつものあの斉藤に戻ってくれよ、笑顔見せてくれよ、俺らにリスナーみんなもそれを望んでるはずだぜ、'Cause you had a bad day, you're turning that down. You said it was so, you're turning it down. You said it bad, no, you're turning it down. You heard it was wrong, you're bad in the mind. You had a bad day, you're turning it down. You're turning it down, you're turning it around. You had a bad day, you had a bad day. Saito!それぞれ嫌なことあるんだ、ほら俺らがついてるだろ斉藤、戻ってくれよ、 Cause you had a bad day, you're taking on down, you're taking on down, cause you're turning up, you're setting up now.Bye.
なんか悩んでんのがバカバカしくなってきたよ。アルコ&ピースのオールナイトニッポン。アルコ&ピースのオールナイトニッポン。この番組は東京千代田区有楽町日本放送をキーステーションに全国36局ネットでお送りしました。はい、あっという間ですがそろそろ別れのお時間です。エンディングテーマはダイハードらしくレッドイットスノー、食べたな。今年最後の放送にふさわしい総集編ということになったんですかね。うん、そうなんですか。うん、そうでしょう、ね、おう、ね、今年ついてなくてもね、来年はいい年になればいいですね。みんながね、みんなが、うん、ああ、ついてない日の応援ラジオこのピースのオールナイトニッポン。はい、その通りでございますよ。あ、対象の、ラジオネーム、会社をクビになったニートからメールが来ました。こんばんは。茶番とはいえ対象にしていただきありがとうございます。来年はいい年になればと思います。初めてのメールで企画をダメにしてしまう。慣れないことはしてはいけないんですね。平子さん、今日は企画をダメにしてしまって本当に申し訳ありませんでした。いや違う、そんなことないよ、うん、あのこれ多分ね、どっからね、あの狂ったかというとね、マンジラインの生きろが治療室になかったとこから俺崩れ始めたんじゃねえのかなと。探せばあんじゃねえの。ああ、ないんだこれ。なんか童話みてえになるん。その日から、その日を境にして日本放送のマンジラインの生きろが置かれたそうな。めでたしめでたしじゃないよ。もう一枚。ラジオネーム、スペインのミスター。切れたり急に仕切り出したりわめいたり、いきなりバッドデイ歌い出したり、斎藤完全にやべえやつじゃねえかよ。バッドデイの斎藤のソロパートたまんねえな、おい。やばかったな。いや、そのパートね。じゃあ、あの持っていかれそうになった、本当に。なんだろう、ちょっとずれてる感じとかね。うん、感想も来てます。ラジオネーム、カーブミラー。個人的に、真に、個人的に誠についてないと思うのは、ER です。毎回毎回、わけのわからない状態で運ばれてくる患者さん。